ちゃん毎回来てくれてるよ。目がなんか、なんかやっぱ白いね発光してるよ。お、一個とか言ってるんじゃない？何？マナミンにも投げキスしなきゃ。違うよ、よっちゃんが私にしてくれてるから、いつもだからよっちゃんが。あ、そういうことか私はしないよ。勘違いが。でもしてみたら一応。よかった、今度は明るい部屋だなって。ヨミがいつも着てる色やね。確かに。え、そうなの？緑？違うやん、いじってはんねやん、これも。あ、カニさん？うん、私エビだから、あのカニ VS エビって書かれてた。いつか、まあ、なんか何しようかなウニ戦いにならんよ。一人強そうじゃない？あ、まなみリップの色いいって塗ってたもんね、うん、みんなでちゃっかりまあいいよ、やみ写してあげない。なんかめっちゃクールなんだけど、あやみあやみ、大人すぎ。3日経ったのでいきます、ありがとうございます。あ、ななさんハート100個ありがとう。あやみ、あやみもハートで、画面外でみそらちゃんもハート。あ、みそらちゃんハート、おー、ありがとう。うわ、あ、泣けてきた、よしあ、かわいいかわいいかわいい。あ、これ何？最終ですもんね。あ、島女さんかわいい、ありがとう。よもさん桜ありがとう。何？うん、怖い、うん、緑が被ると当たって。確かに、そう、まあちょっと違うからね、完全ハブ。緑200色あるから。そうです、やば、アンミカさんそうです、やばい。みんな後ろ探して小顔効果使おう。じゃあ胸で下がろうと、もう壁めり込むぐらい行くわ。ユモさんハートありがとう。はい、ハート。あ、焼き鳥先生ハートありがとう。すごいね。辰巳さんレインボースターありがとう。あ、みんなで青春風呂ねえ、なんか気持ち悪いよ。どこぞの中学ジャパスやねんっていうの。よくやるよ、ね、自分や、うん、やってたよ。いや、なんかさ、あのバッシュとかをさ、うん、足揃えて写真撮る体感でやってました。はがちゃんセーターだったから、あゆみちゃんの初日を拝めるだって。おっ、記念すべき。頑張って頑張って頑張る辰巳さん桜ありがとう。あ、ワンワンハートありがとう。はい、さすが。琴ちゃんハートありがとう。はい、さすが。はい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 、ワンワンハート100個ありがとう。え、コメントそうなっちゃった危ない。コメント流れてくる。コメントそうなっちゃったよ。そうだよ、設定して。え、どうやって出てるのそれは。え、なんか今一緒だったよ。なんか自分で設定しといて。あ、もう消しちゃったから出ない初見で。あ、そういうこと。出るってこと。なるほどね。やばい、ちょっとなんかヌーのアバターめっちゃ気持ち悪いんだけど意外が少々ね。初期設定でしょ。うん、そうだよ。もっと可愛いのにしないよ。あ、こういうこういう。え、あの変え方が分かんないの。あ、ともみありがとう、来てくれて。何、あ、見ましょう見ましょう。遅れんねやろね。え、ちょっと待って、やばい。たつおじさんペンライトありがとう。緑緑、はい、緑、はい、グレー、どんまい。いいねいいね。まあこれが最後はやっぱり緑コーデなんだねって。なんかなんか緑なんでよ、いいやん別に。あ、マナミいるだって、喜んでるよ。マナ、あ、よかったね。ほんとだ、マヤ教師じゃん。あやみごめんね。あやみごめんね、うん、やべ、小6にマウント反応ちょっとよろしくねちょっと理解してなさそうだし、うん、お、あやみいる、3日当選したよだって。おめでとうございます。初日そう、おめでとう、ね、うん、ヘイヘイちゃん、あ、ヘイヘイって言われてる。どう思うの、ヘイヘイって呼ばれることについては。無感情。無感情。まだマネージャーさんからもヘイヘイって言われてるんでしょ。確かに、うん、言われてる。背景ピンクで福村好きは桜多すぎるだって。確かに一人がめっちゃいい一人桜。お花見とかでもなく自らなるスタイル、うん、見に行けないしね。あ、ゆう、ハート100個ありがとう。
個性が出てきました、うん、ハート。そうだね。ヨモさん桜ありがとう。おかしいでしょ。年齢が26、27。え、怖い。別にいいやん。あ、でも並び的に。え、そうで、こっち12になるね。あやみです。みんな緑に見えてない。見えてない。グリーンバックにしてやりたい。星投げ150カード完了して、おけくやさんありがとうございます。ん？あ、すごいよこれ。最近やったブレイキングナインの印象から回答されつつある人です。へいへい。やっとですか。よかったね。うん、よかったね。見た目は清楚な3人、見た目はだった。中身も、中身も清楚。ゆきの以外、え、いや絶対にヘイヘイ以外でしょ。絶対違う。あ、そっか、でも最終枠やもんな、うん、そうそうそう、私を立てて。よく頑張ってる清楚の子、うん、ありがとう。きくやさんハートありがとうございます。ひなたぼっこさんレインボースターありがとうございます。よしクラックさん星ありがとう。はい、いいねいいねいいね。ね？ね？ちょっと待って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 。音出せないじゃない。そういうことや。えとか言うな。あやみに星投げるにはどうしたら？うわ、あやみの配信を待っててください。これは私の企画なので。最終枠なんですね。でも投げてあげてくださいね。え、ほんと？あ、みーくん、あ、こうやって出んねや。みーくん、ほんとありがとう。みんな一緒だね。これ誰だろう。あーあーって言うね。違う、いいトリオだわって、うん、そうそう。でもあやみが一番落ち着いてるっていうのがちょっとね、わかる。なんかめっちゃ冷静だよね、うん、三色パンマンさんこんばんは、はじめまして。はじめまして。ねねさんこんばんは、うん、最後まで頑張る、頑張ろう。はいはい、頑張ろう頑張ろう。はい、なんか歌ってみたら。え、ストームさん、はい、リンゴスター、はい、ありがとうございます。ハイウィング、はいはい、オッケー。あ、部長さん、花束ありがとうございます。ケイタさんハートありがとうございます。よっちゃんハートありがとう。あ、テリオさんゴーゴー GG。 ありがとうございます。緊張しますか。みーくん誰もありがとう。え、緊張あんまり、平常心をやっぱ保ちたい。まあ緊張します。なんでよ。あ、エレクトロニコさん、欲しい、ありがとうございます。カタカナの人、覚え方やばい。でもこの期間で言えるようになったんだよ。おお、エレクトロニコさん言えなかったでしょ最初。めっちゃ片言だったでしょ。あ、めっちゃいいのあるよ。まなみちゃんって美人ちゃんやね。あれ、キクヤンさん私の配信前に来てくださってるのにそういうこと言うんですか。新丸美です。兵庫県出身高校2年生、やばいやばいやばい。好きな食べ物は金物とチーズ。得意なことは、寝ること。野菜が苦手です。どうもありがとうございます。野菜が苦手です。うん、この方えらい早口。あやまなゆき、あやまなゆきです。違う、あやみをめでる会の新メンバー。配信メンバーです。お願いします。カタカナの人。まあまあまあ、焼き鳥先生さんだるまありがとう。だ、そんなポーズなんだるま。やばい、ちょっとやばいね。マッチさん星ありがとう。おお、これ慣れてきたねみんな、うん、素早くなってる。あ、だるま百個ありがとう、焼き鳥先生。あ、パクんなパクんな。めでる会、会長と副会長。いや、私はあの新メンバーなので。会長は私で、はい、副会長はさゆきちゃんで、はい、ゆきのちゃんは、はい、
ちゃんと会費も払って。あーダメです、ダメです。ピラ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 。あ、ほら、おしまじだって。はい、もう消えてください。私です。やばいね、今こうやってできた。危なかった。あ、レイプの聖誕当たってました、おめでとうございます。はい、あやみの初日です。なんかいい、なんか何してるんですか。みそらちゃんめっちゃおもろいな。なんかもうその椅子に座ってんの分かる。めっちゃこんな広いのにさ。ベビー、誰がベビーかい。ベビーの時あって、ワンワンだるまありがとう。ナナさんだるまありがとう。学んできたよ、ポーズを。はい、ひなたぼっこさん、星ありがとう。はい、あやみ、あやみ足りないよ、星。おー、お、綺麗。おー、あ、あ、あの、ミラーボール。はい、なんか歌う、なんか、歌うの。はい、せーいしゅー。踊れるんだ。踊れるよ、すごっ。踊れるよ。でも、ナンバーも踊れるよ、お前の。え、でもさ、も前やった時さ、あの、やったじゃん、自然の時にさ、うん、あれ、めっちゃボロボロだったくない。いけてた。わからんくなったよ。難しいね、レイオちゃんの近くだからさ、うん、でもさ、レイオちゃんがいないでしょ。うちら何倍踊れるの。はい、私待ってましたでした。あ、みんな違うやん、ほんとだ。え、何曲だっけ、3曲。あ、じゃあちょうど電気が、そうやろ、そこまで忘れた。え、猫ラーメンさん、ハートありがとう。テイクルさん、ハートありがとう。なんかめっちゃ痛い。あ、猫ラーメンさん、ハートやっこありがとう。あ、いいでしょこれ。え、どうなってんの、全部透明やん。ああ、そういうこと。あやみ映りなよ。脱力系デイジーさん、カウント星ミッション完了しました、おめでとうございます。ありがとうございます。一番でかい拍手した人が勝ち。一回どうぞ。いいよ、じゃあ、あやみから。じゃあ、まね。なんか高くない音。こうやったら音出るらしい。ほんとだ。あとは友達曰く、こうやったら音出るって言われた。出ないよ、高い音出るらしい。なんかさ、拍手の練習とかさせられてたよ、小学校の時。卒業式の雪の消防。おい、大鳥の終わりに。確かに、ヤス、うん、さん拍手。あ、拍手みんな。ジュニアさん拍手ありがとう。ケイコさん、ハートありがとう。うるさくなりすぎちゃうね。そうだね、あのベイビー泣いちゃうから。ベイビー泣いちゃう。泣いちゃうから。にょっちゃん、ハートありがとう。ひどい、みんな何高音だよね。なんかここで叩いてくれるじゃん。こっちね、やばい、ほんまにうるさいって言われちゃう。ベイビー泣く。今日は常に競っていきたいです。そうですね。最終枠なので、はい、ちょっとよくわかんないけど。あ、イトキンさん来た。髪の毛が邪魔やな。え、15分経ったって。え、早い。え、あかんやん。何が？そんなん、まだまだ やりたいですよね。マナミンおる。あ、いないです。まだ笑ってる。いないです。いないです。あ、ほんと楽しく笑ってる。マナミンおる。マナミンおるわ。なんか苦笑いじゃないこれ。いるんだけど、みたいな。なんかおる。なんかいるんだけど、みたいな。やめてください。テリオさん、拍手ありがとう。ケイコさん、ハートありがとう。日野が近づくから、モナは後ろで小顔を使っていくよ。あやみは前でも顔小さいよ。いや、あやみなんかもう純粋。わかる。このまま育ってね。かわいいね。今日初の登場ですが、星がない集めに行ってきます。ありがとうございます。お、マナタン、マナタンって呼ばれてんの。呼ばれてない。もしかして初めて呼ばれました。このイベントで認知してもらえ、もら、あ、ごめんね、もらえて嬉しい、うん、と。まだも覚えちゃうもん、そんな。ダメだよ。なんで？やめて。リヘイマナミです。おかしな子。とりあえずクマ、え、とりあえずクマ、え、ありがとうございます、イトキンさん、クマ、ありがとうございます。クマすぎたね、今。ちょっとクマすぎた、うん、これより可愛かったかも。言いました。クマちゃん可愛い。よ、クマさん、ハートありがとう。あ、ケイコさん可愛い、ありがとう。ヘイヘイさんは配信しないの。この方はでも公演あるって言うもんね。でも、あの、ゆきのさんの最終枠なので、はい、
え、配信ってした方がいいのかな。でもやっぱり見たい、まあ、ファンの方は嬉しい、うん、星集めるため配信、うん、いいね。じゃあもう両方やってもらってよく来る人、うん、ありがとうございます。来てくれる人、ポンズさん、桜餅ありがとう、よっちゃん尊いありがとう、ももにゃんさん星ありがとう、はい、てりおさんも星ありがとう、やべ形がさ悪いよ、りなさんも星、こうか、はい、Sさん桜餅ありがとうございます、おいしい桜餅って、おいしい、もう食べたことないかも、おいしい桜餅、桜餅はゆうさん、アイスありがとうございます、ともみハートありがとう、けいこさんかわいい、ありがとう、桜餅あんま食べたことないよ、うん、うん、なんかあんまり食べないかも、でもビジュアルはかわいいよね桜餅も、うん、確かにね、やすさん星ありがとう、桜餅、はい、星誰もやりません、あ、ゆうもありがとう、はい、常にこういうとこかな、お前ずっとこれで待機してるわ、あ、海坊主さん、タコありがとう、間違った、今めっちゃ可愛いのいた、今ここに一瞬、ちょっと待って、見るわ向けて、ほらやばい、はい、スクショタイムです、星星、あ、ゆうさん、星ありがとう、これもう一回やるもうやりませんもう結構な、あれを、野沢菜は子供の頃から食べられます、食べられますか、はい、もうずっとちっちゃい頃から、知らないの、野菜でしょ、うん、野菜食べれないのか、緑とか、緑見るだけでもの嫌だからもう野菜にしか見えないよ今日、え、本当だ、野菜来たと思って、ピョちゃんやって、野菜じゃないよ、ベジタブル、ベジタブル、お乳の裏ばきってきた、どういうこと、あ、結構結構、あ、そういうことね、なんかさっきさ、その話したから靴買おうっていう話したからさみんなで新しい靴でも買うのかと思って、乳の裏ばきってめっちゃ可愛いやつよね、うん、めっちゃ可愛い、よいしょ、あやめだけでいい、私たちなんかやりたいね、まだ雪、うちらも名前入りっぽせんちゃう、あみあやに対抗してあみあやしかできないよ、きゅうきは、まなみん野菜何が食べれるの、え、ほんとに何食べれるの、じゃがいも、大根、じゃがいも、大根、時に人参、時に人参、人参ちょっと食べれないわ、頑張れば、きゅうり、最近キュウリが食べれるようになりました、あの頑張ったらね、あ、味がちゃんとついてたら食べれる、あやみは嫌いな食べ物ないの、ないよ、きなこでも、あー言ってたね、きなこ、うん、味しないよ、いや食感がだ、食感がだ、きなこって食感ある、え、あのもさなんか砂糖の甘さはいけないけど、うん、じゃあ学校できなこパンとかやった時全然食べる、ココ揚げパンじゃないの、ココア揚げパンだったけど、何それ、新潟の、え、ココア、ココア、あのきなこがココア、うん、めっちゃ美味しい、でもココア揚げじゃなくてココア揚げって呼んでるのちょっといいね、ココア揚げパン、違うの、タコありがとう、小学生らしくて、タツオジさん、桜ありがとうあ、みーくん、ハートありがとう、はい待って、あのさ、この配信10、あ、8時までか、びっくりした、なんでもない、ヤスさん、誰もありがとう、ちょっと誰もありがとう、うわ、危な、危な、生配信でしたあゆみちゃん、頑張って、ええあゆみちゃん、あゆみちゃん、頑張って、ここ揚げパンめっちゃ、なになになにね、あるんだ、ここ揚げパンめっちゃ人気だった、ほら、東京みんなここ揚げって意味や、うん、ここ揚げじゃない、ここ揚げパンじゃないよ、いいね、ここ揚げパン、きなこの揚げパンですよね、きなこパン、ココ揚げパン美味しいよ、食の揚げパンはきなこ、でもめっちゃ硬いねんな、だからもう思い返ってカッチ一つ言って、ココ揚げパンはめっちゃ真っ黒になる口の周りだからちょっと美味しいけど、ちょっと嫌、ちょっと嫌、やっぱり美味しいけど、乙女の心的に、公園のお弁当に絶対野菜入ってるでしょ、あげてます、はい、たまにもらいます、好きのちゃんに、まあ、私はやっぱ野菜食べれるんで、この方と違って、干しそうにしてるからならしょうがないからあげてるんです、さつまいもパンだって、あ、好き、
何さつまいもパンってなんかさつまいも入ってるのこんなな、うん、なんかちっちゃいさつまいもが、うん、揚げパンにいっぱい入ってる、揚げパン揚げパンじゃないコッペパン普通のパン、めっちゃ美味しい初めて聞いた仕事行ってきます最後まで頑張ってありがとうございますお仕事頑張れはい行って頑張れ頑張れがお弁当は取り合いになるのって意外とならないよね、うんうん、でもあれが人気ないかもハンバーグ意外と吸気性えじゃあ魚全然まだ食べるからさ、うん、置いといてくれたらさ魚余ってるよいつもそう、うん、じゃあなんかの余ってない時があるのマネージャーさんがかわいそうだから食べてえだから魚あったら全然まだによあのくださいはいあげます今度言うねじゃあったら、うん、魚んでナナさんハートありがとうリナさんだるまありがとうはいこうなんだねなんだよ丸っていう意味ねえなんでなんで吹いたやばいって隠れてるすごいすごいおおおなんかあれハンバーグ人気ないのないですねなんでだろうね、うん、ハンバーグ好きだよでも大きいんじゃないハンバーグが、うん、なんか公演前にはちょっと違うあのさ全部の弁当にさちっちゃいさハンバーグが入ってる時のわかる？分かんない。ちっちゃいハンバーグがあるけどそのちょっとお腹空いてきたからその話やめよう。あピロピロひろしたんさんハートヤークありがとう。ああああ。みんなマナミンともお花見行ってあげて。いやちょっとどうしようかな。気まずいちょっと今めっちゃ気まずい見て桜降っててなんかエモいよ今恋始まってるみたいな、うん、しかも結婚してって来てるキクヤンさんはいどこから どれを選びますか絶対ゆきのちゃんですねゆきのちゃんじゃないのありがとうゆうさん桜ありがとうけいこさんアイスありがとうかよさんスターありがとうはい無言でやんなかっこいいここの二人、ね、決めポーズみたいアイス食べたくなってきた。え、かわいい。買ってこようか。もう買ってこようか。もうこれ配信しながら走るよ。走って。もう全力疾走。あ、ワンワンハート500個。ありがとう。え、待って、コメント。僕がマナミンと花見行くわ。ダメだよ、よっちゃんはレイポンと私だから、入ってないです、こう。いいはい私ですマナミンとはいぜひぜひなんで私レイポンと一緒に行こうとか言ってるけどなんか意味わからへんほんまあゆみマナミンはあゆみと二人でそうですそうたまたまあの子にあゆみがいなかっただけでやばい待って、ね、このタイミングでファイトやばいこのタイミングでファイトってきてるよファイト頑張れマナミそういうことやな、うん、完全に悲しいやばいやあれ聞いたんですよねあ、高松さんハートありがとうなんだとメイクさんに寂しいですって言ってたエレクトロニコワさん尊いありがとう尊いポーズはないのえリアルな尊いいいうまイトキンさん誰もありがとう緑、うんうんうん、このさ動きをいっぱいしてたらさ、うん、ちょっとさ疲れるねあでもこれもやめようだから自分からやってる整理、うん、整理整頓ごちゃごちゃなってたからトイトイポーズ尊いポーズ草って言われてマナミンごめん俺は雪の教えやから花見行けない別にいいもんマナはあのゆみさんと行くのそうだね行ってね絶対あ、おおこの前の子え私じゃないの見惚れちゃったえ私今がチャンスですあ私じゃないんですか今日が最終枠なので今日までゆきのちゃん、ねはい、今日までいやいるよ知らんけど関西人かよ知らんのか言って知らんけどあ休憩戦未着始まったんじゃないそろそろあそういうことあと4分あとちょっと、まあ、YouTube に上がるんでねお好きな方を選んでください私の配信を見るかいいのいいのうん、私の配信を見てください。そうですよね、意外と重たい雪の重たくないですよ全然。ひなちゃん結構重たいです、ね。重たくないですよ。この顔に言ってマー君だるま100個ありがとう。何これ。まだ見てる。
あ、夏の YNN でキャンプじゃない、YNN キャンプで肝試し待ってます。多分あやみたちさ時間的にできへんと思う。そっか、まあでももうできる方前にいるもんね。田中さん、田中さんもう深夜帯 OK？ え、まだ明日から。うん、夏のキャンプは夫な、OK？ あ、夏のキャンプ見せられるよ、中出れるわ。ホノピーもメガ配信だ。ホノピーも出れる。うわ、でもリオピーも出れるよ。リオピー、え、そっか、リオピーもいける。え、めっちゃめっちゃ気持ちいい。大人だね、なんかいいな。いいね。でも、我たちまたね、 あやみ初日当たったようだって。やったー田中さん。田中さん、なんか最近さ、うん、拍手を可愛くしようと思って、学校とかでさ、まあ、みんなこうやってるやん。そなんか無邪気にちょっと開いてこうやってたら可愛いかなと思ってやってました。よくわかんないわ。一回やってみたけど可愛くなかった。あやのん、こんばんは。おお、すごいすごいすごい。まなみは深夜枠いつからですか？来年。もうやだ。めっちゃ綺麗にハモってた。田中さんは映りません。ベイビーなので今。それは8時までやもん。顔出しを。そう。ベイビー絶対違うやろ。ベイビーなんで。あやみ大丈夫？あ、8時か。うん、あの8時までだよ。ベイビーやば。寝顔がやばい。メンバーいますか？8時まで眠たくなっちゃうもん、ね。知りません。ベイビー。まあ、結構うとうと中やね。危ないよ。その椅子めっちゃ気持ちいい。な。うん。マナミ深夜枠おもろそうだね。確かに。なんか。なんか面白い。なんか白すぎてさ、めっちゃお化けみたい。逆にお化け役かもね。うん、3人で可愛いポーズしてやる。めちゃくちゃ始まりました。あ、行かないでくださいね。あ、でもこれもダメだ。あのクッキーちょっとやっぱ怒られちゃうから。いい、ちょっと思いつく。あ、だからあのたまにあのなんか9期生の方で星を集めて。でついでに見て、まあ、私も見たい。いや、集中してもらって。見ようよみんなで。いや、ダメでしょ。まあ、YouTube に上がるの待ちます。そうです。あ、でこれ何これ？ビビビビさん、タコありがとう。テリオさん、桜ありがとう。ゆ、桜餅ありがとう。お、桜餅。猫さん、桜餅ありがとう。S さん、かわいい、ありがとう。あと30分。今日の8時までなん？そもそもが。ビビビビビビさんが。ガーじゃなくて。イベントは19時59分、うん、ですよ。携帯2台で密着見てます。あ、頭いいですね。 PC で密着、スマホでユキの見てる。おお、それも頭がいいですね。それをしてください皆さん。みんないろんな技術を駆使してるね、すごいね。右目左目こうやって見てるってことでしょ。あ、こっち目でやばい。足し算3万の子だって。まなみ3万、足し算もう正直あんま覚えてないよ、もう、うん、あれは、まあ、あんま覚えてないです、うん、あれはみんなよくやったと思います。猫ラーメンさん、誰も早くありがとう。かわいいね、さりげなくやってるのかわいいね後ろで、うん、ビビベベさんだって。ビビベベベさん、ビビベベさん、うん、え、本当だ。あやみのファンの方、猫ラーメンさん、緑のだるまありがとう。よっちゃんもありがとう。だるま、てりおさん、桜ありがとう。桜たち、はい、桜たち。新曲増えちゃった。あ、密着まなみ泣きそうな顔してました。お、初日のやつだよね多分。今日今ですか？あ、この人泣きそう。この人泣かないんで大丈夫です。え、待って、あ、ゆうみさん。でもあの時も泣いてないと思う。そう、あの時めっちゃ泣いてる。怖い。でもさ、いいよね。石田ゆうみ、ひどすぎる、何しに来たんって言ってるんじゃない密着で。怖い。あ、ほら、リハ、めっちゃ怒られてる。だって、え、怒られたっけ。怒られては泣かないような。え、ちょ、やめなよ。え、一回聞いてみていいですか？うん、うるさいよあんた。え、ただ泣いちゃうんじゃない？間違いすぎって怒られてるなって。え、
ちょっとやばっちゃん見てるでしょ。見てる。見たいですよね。うん。みんなで見ます。上がったら YouTube。まあでもクオリティが低いと。すいません。頑張ります。精進します。はい。あのこれ毎回言ってくださる。ああ。夜は切ると。どういうこと？あれは倒れるかも。折れるの？倒れる。ないから気をつけよう。でも、でも、でもどこポジかわかんないじゃん。うん。でもさ、あそこ人数多いし。まだだよ。リオピも倒れるよな。まだだよ。でも、ね、私も倒れる側。でもあれ、てんちゃんとまなみが抜けてるから出かかえとったよ。うん。まなみ泣いてるってほんまに言われてる。まなみ泣いてる？ベイビー。まなみ泣いてなくない？泣いてるベイビー。初日まであと1時間の時ってことなんで。あ、そういうこと？ねえ、ちゃんと配信。何してるじゃん。してるよ。あ、まなみいる。明日昼夜公演行きます。ありがとうございます。ゆうきちゃん。あ、知ってる人？見に来てくれてる人？いときんさんめっちゃ可愛い。ありがとう。ひなたぼこさん星ありがとう。とピロピロひろしたんさん、だるまありがとう。エレクトロニコアさんファイトありがとう。え、いいの？一番長いよでも。え、そう、あやみぐらい長くなりたい。でもめっちゃドライヤー大変。うん、もう乾かさないからまだ。まあ最悪、イメージダウンです。あ、そうです。もう毎日きちんと乾かしてトリートメントして寝ます。出てみたい公演はありますか？ N さん、みんなやってるよね。 N さん、セトリがめっちゃ好き。わかる、わかる。てんちゃん泣いてる。てんちゃんは毎回泣きます。はい、ビビビビさん、あこありがとう。けいこさん、ペンライトありがとう。ひなたぼっこさん、星ありがとう。あれはなくなったの？星ありがとうって。とう、それ、あ、それはいいだからね。かわいいのいいから。明日昼夜行くね、だって。楽しんでください。そんな一言みたいな。で、私も配信で見ます。あ、そっか。はい。でもあの、みんながさ、いるとこにいるからね。うん、の階段降りたとこにいるからね。わかる？あ、そういうこと。うん、あそこで見てるよ。木はすんねやね。ん？来ることはすんの？うん、行くよ。手取りの中で一番好きなのはユニットタイムですね。毎回言ってること違う。私ジェネレーションチェンジとかかな。で、一回記憶をたどって、うん、でもつぼみたちがさ、うん、楽しいよね。めっちゃ目合うの、てんちゃんと。てんちゃんさ、マジで変顔とかしてくるよね。でもゆきのちゃんもさ、めっちゃ目合うの。この前さ、レイヤとさ、やってる時めっちゃ変顔してきた、つぼみたち。やばいよ、なんかみんな変顔してくるよね。なんであれは。そう、こよりもしてくるし、レイポンもしてくるし。でもいいじゃん、なんのそんなルール。高松さん、だるまありがとう。あやみん、あやみんだ、あやみん。ゆうりさん、ペンライトありがとう。S さん、あ、めっちゃ結婚して、結婚して、だって。焼き鳥先生、ちゃんと返事した方がいいんじゃないの？焼き鳥先生、私、え、待って、まなみにさ、コメントしてなかった？してない？してる、これ、してる。あれ？メイクさんによるよね。うん、でも楽しむ。あ、リクアワでカメコしたいトップ3集まってて感動してる。おー、あー、ありがとう。ぜひぜひ、かわいく撮ってください。うん、めっちゃかわいく撮ってください、うん、もう足もこんな長く、目がんびりきしないかな。こうやってやってます。撮りたくないわ。密着見ててユキの泣くイメージだって、どう？うん、よく泣きます。で、なんかしかも、なんか一対一で誰かと話すときに泣いてるイメージ。うん、そうだね。わかる。感動泣き。あ、星投げ三種ありがとうございます、キクヤンさん。何？うわ、待って。ちょっと待ってね。うん。あ、タンポポの決心に投票しました、だって。いい歌ですよね。もう、あの、せり上がるのがめっちゃさ、
好き。ボーでしょ。うわめっちゃ目線上がるって。あれ初めてさ、うん、リハでやった時にびっくりした。ね。かっかって。思ったよりね。乗ってる時にさ、うん、上がるの経験したこあるあるわ。あるんかい、ね。あるんかい。囲み会見で。あったあね、でももっと高いよ。すごい高いよ、うん、2倍ぐらいいくかな。気をつけて落ちないように。落ちたらほんま恥ずかしいよ。落ちたら上の人見えるかな。今日の密着のメンバーはレイポンとわかたん、今日はゆかたんです。ゆかたんオンリー。レイポンやったよな確か。うん、こよりんってやった。うん、わかたんは1人最初やったよ。あ、そっか。やす、あ、じゃあ姉妹で3度か。わらもさ、人と1回配信してみたかった。あ、ほのぴーと試したんだよ。競り上がって馬跳びしてるの怖そう。うん、まあ、私馬跳び組じゃないんですけど、これですこれがこれがです。見てください、こっちも注目してください。こっちちょっと頑張って笑顔とかやってるんです、はい、こうやってこうやってやってんねここでどう表情を作るか。そうだよ、まあ、たまにちょっとこうで足向いてる。これリハやったかなんか間違えてさ、うん、これの時とこれの時あ、これもあるね。あ、こっちやったかも、あ、こっちやったかもってこれで直してた、うん、恥ずかしい。リハの時ずっとこう最悪やね。バレないじゃん、だって目赤ちゃんすぎんねんけどめっちゃ見せたい、かわいい赤ちゃんや。赤ちゃんがさ、お母さんの携帯借りてさYouTube とか見てる時の悪くない、その面白動画みたいなんでさハプニング起きるやつめっちゃかわいい。え、嘘、ちょっと表示されてないの。キクヤンさん、ハートありがとう。え、ちょっと待って、めっちゃレイポンとヨシミンの区別がつきません。え、でもさ、あんま、なんかちょっとタイプ違くない？うん、ヨシミンとな、最初まだ若ちゃんが似てるなと思った。え、私、ヨシミンと見分けつかないって言われてた最初。どうかな、ヨシミン全員と似てるやん本当に、どのとこにも属せんじゃない。なるほどね。焼き鳥先生さんありがとう。バラ花束ありがとう。りくやんさんかわいい、ありがとう。今の時間4日読みた41分。やっさんが投げてる。クマクマ、え、クマ来てる、クマ来てる。ありがとうございます、ありがとうございます。クマ表示されないのかな、うん、表示されてないね。クマちゃん、うん、あるじゃん、あった。やっさんありがとう。クマ見つけました、ありがとうございます。クマ3人でやろうか。ビビベベさんタコありがとう。かゆさん尊い。ともみハートありがとう。やばいね、ちょっと追いついてない。マスオさんハートありがとう。 S さん、あのリースありがとう。リースヨークマさんハートありがとう。雪が降る、雪が降っちゃいます。え、大阪雪降った、去年私降ったよ。降った、うん、めっちゃ降ってた。全然記憶にありません。車とか積もってた。そんな？うん。あれじゃない？新潟に行ってた時。うん。あ、そうかも。え、めっちゃグラウンド積もってて学校の。うん。恵子さん、レインボーさんありがとう。ああ、そうしか。めっちゃ遅い。体育がなくなった雪積もって。嬉しかった。じゃあグラウンドでスキー授業あるから。違うや、小学校とかでなんかこういう雪が降らない地域は、うん、今日は雪が降ったので授業やめてなんか外遊びしましょうとかあるくない？ないの。そう、陽気な学校やったかも。めっちゃできるぐらいさ積もらへんかったから、うん、やっぱすごく元気な学校だったね。そう、みんなで行くぞーって言うの半袖で行く。3人で誰が一番身長高いの？それはもう あやみです。なんで？あやみです。あやみ高いもんね。あやみ高くて170。ないないない。いや最近180に。ないよ。伸びてるよね最近も。顔こんなんで。まだ122とかなんで。私115です。あ、そう、あ、低いんや結構、はい、うん、そうやばい、60センチ差はやばい。
上がった頭上がるんじゃない。確かに今年バイク乗ってたら雪降ってきてこけそうになったことある。危なー危なー。じゃあそれにもらったんじゃないよ。あゆみちゃん180もあるね。そうだね、はい、違う180なんで、もうちょっとあるかもしれない。プレゼントとか送る場合は、あの T シャツは XXL ぐらいはい。お願いします。マナミン148。それはあやみ。でも最近ちょっと縮んで122。縮んできちゃってね、うん、なんで T シャツはあのぜひ XXS をちっちゃ。もうさ XXS とかじゃないじゃない、150とかじゃない、うん、あるよね服。あるある。あ140とか140とかじゃない。あそこのベビーはもうはずベビー顔険しい。ひくやんハートありがとう。ビビベベさんパパありがとう。けいこさんこれなんだっけ、あのなんとか版みたいな小判小判ありがとうございます。小判あ小判ハートえねハートしようかよこれ。ごめんね。一番個性あるハートできる。うわ難しいな。ね、見てこれ違う人の手みたいじゃない。お前これなんか一時期こういうの流行ったよね。うん、やっぱこういうやつちょっとよかったね。いろいろ入りました。ゆきのこの配信の最後泣くの。はい、泣きます。泣きません。泣きます。なんでちょっと最後まで見てください。泣きませんよ。そういえば9期生の好きな虫見れなかったの。1回だけやったね。1日だけない。でもさあれめっちゃしんどかった。そう、しかもさあれめっちゃ怒られたりとかしててさ1回だけだったじゃん。びっくりした。ね、1回って言われた時ちょっとまあね、いつかやるから。まあ確かに。めっちゃおもろかった。いいよダン。ここ合わせて。ダンね。ダン。ダン、あやみには早いよダン。ダン。え、そうですよね。全員号泣でもう。全員号泣。ありがとうございました。かっちゃん。こんばんは。こんばんは。なんかたまにさ思考停止しちゃうんだよね。わかるよ。うん、あれもショールームこうやってなってるたまに。ん？レイさん綺麗ありがとう。え、よっちゃん可愛いありがとう。部長さん可愛いありがとう。ビビビビさんタコありがとう。あ、イトキーさんあのなんだっけミラーボールありがとうございます。でもあミラーボールのね。うん、なんかどうしよう。いときみさんありがとうございます。焼き鳥先生桜ありがとう。ポーズのセンスがちょっとさ、え、ね、そうあのさ、ね、撮影の時のさ生写真とかあるじゃん、うん、あの時のさ分かんなくてもうこれしかないの。でもこれとこれで角度つける。これとなんかこれ結構ね。で部長さん ラブレターありがとうございます。ねむやん、うん、あみたん、高まささんハートありがとう。あみたん、やすさんペンライトありがとうございます。てりおさんラブレターありがとうございます。プロスさんレインボースターありがとうございます。あやみが一番重労働が。そうだよ二本だからね。Sさん馬ありがとうございます。馬ポーズ作ろうよ。トートイと一緒でそっちの馬なの。あ、そういうこと。わかんない、何の向こうか。馬ってあれ動物の方。うん、違う、なんか上手みたいな感じ。あヨークマさん、音符ありがとうございます。うわ、やばい歌唱ポーズ。ヤスさん、かわいい、ありがとう。違うでしょ。裏切っていくスタイル。あ、エレクトロニコアさん、星ありがとうございます。じゃあ星もこれにしよう。めっちゃダサくないこれ。ともたん、桜餅ありがとう。くしゃみです。あくびかこれは、くしゃみか。ゆきの明日は出演しないでね。はい、そうです。はい、あれ、あやみ3日か。うん、あやみ3日。あ、まなみんのクロスも素敵やよ。ありがとうございます。かっこいいよね。でもあの、さ、レッスン上でさ、衣装着てた時さあれ面白かったよね。映ってたのなんか、レッスン上のな、うん、衣装を貸してもらってやった。マジで変態やった、ね、レッスン着の上から来たやつ、うん、しかもあれが映ってんのめっちゃ逆に
今日までめっちゃ頑張ったね。もう泣きそうだって。イエーイ。一回泣こうか。だってあれでしょ、オーディションの時もなんか見て泣いたでしょ。まああれは、はい、あれやばかった、ね、すごい揺れてるよ。これ何、かわいい。あ、ポンポンプリ、うん、かわいい、よっちゃん、ハート100個ありがとう。超絶イケメンマナミンだって。超絶イケメンマナミンクロス、うん、めっちゃいいやん。でもまだね、あれからえ言われてると、うん、どっちがいいですかって毎ショールームに言われて、み、うんなさんが思った方でって言ってるの、うん、だからいつかマナちゃんがほんまにかっこいいパフォーマンスをしたらイケメンって。おお、その時の質によるね。じゃあ、うん、そうそうそう、めっちゃイケメンって言ったら、めっちゃもうダンスとかしてかっこいいって言われたくてそうなるかも。ね、やばい、あのさ MC の時間でダンスをしてきたらさプロだよ。部長さんバラありがとう、ワンワンハートありがとう、あ、けいこさんもハートありがとう。あと10分や、はい、あと10分。小指立ってる。え、こういうこと、突き出もしすぎた。あ、練習いっぱいしたんで、そう、ついでやってしまう。もうこっから動かすなって散々言われたので、ここで頭許さないっていうので、はいはい、この前を通すと、はい、どこまで行くかも決めろって言われて、はい、ここまでみたいな。難しい。高政さん、あ、エレクトロニコラさん、クマありがとうございます。はい、ワンワンさんハートありがとう。ちょっとここからはこっち重視で。高政さん桜ありがとうございます。なんか後ろピンクっぽくなくなってきたのね。白い発光してるね、こいつも負けてるじゃん。負けてる、ね、ビビベベさんタコありがとう。クマだ、ありがとうございます。なに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 、ソロ配信、ひなたぼっこさん星ありがとうございます。手振ってんのかどっちかわからんけど、泣かないの、そろそろ。泣かないよ、笑顔で終わりたい派。うん、なんかね、髪の毛がそろそろいい。クニーさんレインボースターありがとうございます。あ、島城さん星ありがとうございます。キクヤンさんハートありがとうございます。人暴力受けました。今の拡散してください。距離感がね、つかめなくて、ここで、うん、ちょっとこうやっとくよ。で、ハートが来たら、あ、来た来た。ワンワンさんハートありがとうございます。まだちょっとやったわ。いいわもう。さすが関西に来てしばらく経っただけあるね。3ヶ月じゃない、3ヶ月、4ヶ月です。漫才ビビベベさんタコありがとう。ワンワンハートありがとう。何なの、手伝い、マナミン通報やだね。暴力しましたこの人。そろそろマナミンには泣いてもろて。めっちゃ友達思いだと思われていいんじゃない。うわ怖い怖い。でもさ、やったよね、あの YNN じゃなくてさ、合宿の時にさ、なんかさ、まだ早く泣けるよとか言ってさ、ああ、やってた。ほら、ほんまに早く泣けるんですよ。ラストスパート、じゃない、ね、うわ、みんなやばい。アイスありがとう、 S さん、ともみハートありがとう、 S さん星ありがとう、ビビベベさんタコありがとう。なんでよ、こんな瞬間シュシュッと言った。この辺かな。そろそろ泣く時間よ、マナミ。なんでですか。なんでマナが泣くことになってんの。一回泣いとく。あ、ヘイヘイの花見の MC は台本じゃないです。だから台本じゃないのが問題なのよ。はい、台本だったらこんな傷ついてないですよ。そうですよ。てかめっちゃいい人じゃない、一人だけあまりに行くの自分から。あ、台本です。違います、台本じゃないです。台本で私が一人だけ行きます、はい、もう余ってあります。あ、待って、ポストさんクマありがとう。クマ、はい、クマありがとうございます。あ、待って、レイオちゃん、え、レイオちゃん、坂本レイオさん、だるまありがとう。ヨークマさん、音符ありがとう。ヤスさん、レインボースターありがとう。てか、レイオちゃんや、レイオちゃんやばいよ、レイオちゃんやばいよ、ほんとに。ビビベベさん、タコありがとう。高政さん、チューリップありがとう。おベイビー来た。ベイビー、起きた。起きた。密着感動した。
音楽大好きさん、ありがとう。ハート泣きたかったな。密着見てました。おお。ビビめっちゃ体勢おもろいよ。めっちゃ泣きそうなってるじゃん。あ、だから潤んでんの目が。ビビだからめっちゃ泣いたと思った。寝起きで泣いたな。初日思い出して、うん、めっちゃ感動した。なんか走馬灯みたいな映像流れた。めっちゃいいやつや。みそらちゃんめっちゃ泣いてたくない。なんか始まる前もじゃあさゆきだよ。最近人的泣いたの。いやでもな、あ、やっさん、くまありがとう。てりおさんハートありがとう。ようくまさんハートありがとう。怖い、すごく怖い。アミタン可愛い、見えないけどアミタンじゃないですよ。あやみですよ。あ、アミタン。あ、ベイビーはみそらちゃんです。あやみ、あやみじゃない、アミはなんか一回声だけベイビー感出しておこうか、うん、アミです。なんで、なんだかみそらです。やばい、みそらです。あら可愛い。キクヤンさんハートありがとうございます。タチオジさん桜ありがとうございます。やばい、密着最後ベイビーめっちゃ泣いてた。やばい、55分あと4分。間違えた、なんでもないの。めっちゃ間違えた。計算が大丈夫。はい、え、あと4分、55分。あ、本当だ、4分だ。あと4分です。どうしますか。あ、どうぞ。レインボースターありがとうございます。やっさん、かよさん、尊いありがとうございます。海坊主さん、お疲れありがとうございます。あやみちゃん時間大丈夫かな。だってあとちょっと。あやみちゃん8時までやれ。みーくんタコありがとう。また8時のここ来た。 S さんタコありがとう。おかわり TV。 おかわり TV 言うなし。はい、実質8時までです。あと1秒経ったら8時だね。バーンって切るの。うん、ちょっとだけ続けるっていうか、そんなバーンとやめませんよ。まなみん時間大丈夫。8時までじゃない。え、ちょっと大丈夫。やばいかも。まな7時半。マリナーちゃんありがとう。ハート。キクヤンさんもありがとう。イトキンさんありがとうって。こちらこそありがとうございます。あと3分。いやー音楽大好きさんありがとう。星ビビベベさんタコありがとう。充電やばい。充電 8% しかない。やば。あら、このピーちゃんだ。いるね、あとね2分ぐらいで終わる。終わるからって、どうしようかな。まなみがそこまで言うんだったら。タチューさんかわいい、ありがとう。やっさんハートありがとう。まなみがそこまで言うんだった。あとほら、あとちょっとだから。ピーさんでみんなゆきの応援してください。応援してください。声でかい。声がでかいです。やば、あやみちゃんおねむバレてる。あやみちゃんが一番セクシー。なんで分かんない。あ、内股、内股さんって言われてるよ。まなみが内股のことばっかり落ちちゃった。知ってる、詐欺師 OM のネタができた。あ、クマ、わららやめて。やばい、ともたんさん、クマありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。しまじょうさん、しまじょうさん、花束ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。古川、古川ゆきのでございます。ようくまさん、ハートありがとう。カーが走ってるよ。部長さん、ペンライトありがとうございます。ゆきの、古川ゆきのでございます。いいね。なんか変な顔してるとこ。もう変な顔してる。まなみに、やっさんハートありがとう。みーくんタコありがとう。なんか2人取り巻きみたいになってるやん。そうそう、どこに来た。ずっとこれをタコ焼きおっぺれ。オッケー。なんか感動してきた。だって密着めっちゃ良かったな。え、見た、見たの。ゴリラじゃ泣ける。俺あそこのさ椅子でめっちゃ一人で泣いてた。え、やばい。あと1分、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 あと1分。ゆきの、ゆきの頑張れ。
ど1分ですよ。見せて見せて見せて誰本当だ。コットあー変わってる。あれ公演できないからじゃない。ん今晩はゆっくり寝て実は暴露します。朝の配信オールでした。ガチ3日間。でも明日公演あれ駅の休みやもんな。うんいや行くけどね。ああ、あともうちょっとなんで。私の音が好きだからだね。そうやと思ってたってバレてる。駅のどうでしたか感想は1週間の。楽しかったです。よかった。アミタン、ん、アミタンかわいい。楽しめたのが一番だよ。かわいかった、うん、1週間可愛かったね。お疲れ様でした。 あと5秒くらい。嘘かも。4、3、明日は朝しません配信。寝ます。これぶちで切れちゃう。うん切れないと思う。イベント終了。切れたらやばいね。あ8時あ切れない、はい、うん切れない。切れてないと思う。切れてないと思います。あ来ました。終わりました。よっちゃんハートありがとう。マリナちゃんハートありがとう。あアミタン、アミタン出れないのか。待って、あみやかん、あやみ、いや、危ないね、めっちゃ危ないところだった。今ありがとうございました。今何8時。あ優しい、りなちゃん、お疲れ。明日、雪のボード持ってくね。私出ないんですよ私明日出ないんです。あやみ、時間です。時間、あやみちゃん、時間。あ、礼を、お疲れ様、雪の頑張ったね、よく寝るんだよ。レイオー、さっきだるま投げてくれてた。やばい。いや、入らへん。あ、まだ今8時だよ。あー、ちょっと邪魔。身長140。黙れよ、ババア。あんたの方やばい。1歳上でしょ。客席見えないの。私は配信で見ます。配信でも見れるか。なんかたまに映るよね、配信、うん、あの、アンコールの時。あー、その時にちょっと見せてください、こうやって上げて上げてる人いるよね。あ配信あ撮られるように。えそうそういうそういうじゃない DM のカメラの横の人とかこうやってペンライトでさ映してはる人いるよね。あいる。なんかさ初日めっちゃ多くなかった。なんかめっちゃさずっと映っててさ気持ちいいみたいな。見れなかった。えなんで見ようと。あこのピー今日それ、うん、あみたん背伸びたんじゃない。あみたん背伸びたんじゃない。何アミかわいいって書いといて。いやそんなビッグニュースじゃない。あ、マナミも8時で消えるやん。えぇ、ー、いいよ。アミタン180から伸びたの。180はあやみです。違うアミはだ確か179で今いい感じになった。179.5 とか。え、でもなんかこの配信中に言うけど伸びたくない。え伸びたよね。なんか、うん、やばいかも。120しかなかったんですけど167とか結構いってるね、はい、結構いってるね。ボンと。えアミタ2m。もうそれ劇場建てないやんあのさあれ横じゃない。車のさあの高さの制限あるやん。うんあれアミタ行けへんかもしれない。あゆきのんたん推しの焼き鳥先生さん、お花束ありがとうございます。よっちゃんハートありがとう。これ何時に終わったらいいんだろう。成長期強、はい、成長期は今なので1時間あれば伸びるよ。 10センチぐらい伸びる。1時間あればいけるかな、うん、まあ授業中だって伸びたもん。気持ち悪いよ。隣のアイドルがこうやって伸びてったらでみんな伸びてるからみんなえ、で教室めっちゃさ縦広い。え、そうそうそう。あ、教室も伸びる。え、それ首が伸びるの。なんか生首、なんだっけあれみたいに、あの膝下と首が伸びる。膝下すごいスタイルよく伸びる。膝下と首、首が伸びる。めっちゃスタイルいいやん、うん、あれはい、俺言って。え、どういうこと。ありがとうございますねえねえ、ちょっとさこの階段が気になる。そうちぎりたい私普通にちぎっちゃった、うん、さっきの配信で髪の毛。あでもね気になるよねこれ何これ何の時間これ。いや ありがとうございましたの時間。伸びる4時間。あ666日。そうそうそう、それそれ。ええアバターそうじゃん。ほら
え、これこれまだ気持ち、やばい気持ち悪いよこんなんだったら人間。なんかなあったよねそういうゲーム。アバター変えたので。本当だ、カメだって。足と首伸びるの。足伸びんねよカメってね。カメ、カメでもいいですよ。カメっていいね、新キャラ。このピッコロ、あ、おっこってみようぜ。泳げてきて走って。あ、モモニオンか。モモニオンだ。でも大丈夫、身長が高いから。そうやってこうやって引っ張る。そう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 、あいみ空飛べるようになったらしい。どこ行ったかわからへん。ほのぴー電話しようか。あの人電話全然ついてるね。まあまあ、ほのぴー、ほのぴーめっちゃさっきさ、私は本気出したら178センチ。いいの。本気出したらが気になるけど、リアルで言うと何センチ欲しい。リアル、うん、もう今でいいです。何センチ。160ぐらい。150。なんか60ってプロフィールには書いてないけど。いや高いじゃん。159やと思った。あー、159と160。私は、小よりんぐらい。あ、小より160で、うんうん、でもなんか自分がいつも鏡で見てて、うん、なんかアミとかと横並んだら自分でカッてなるけど、なんかリオちゃんとかと一緒に横並んだら、あ、自分なんかちっちゃってなるから。リオちゃんやばい、うん、リオちゃんだって呼んだことないリオピだってさ、顔ちっちゃいしさ、足長いしさ、背高いからさ、うん、やばいね。そうね、リオピちゃん。あ、女性は159ぐらいが一番モテますよ。159です。158です。え、でもって書いてるけど多分59です。リオピとミソラちゃん同級生には見えないとかじゃない。あ、ベイビー怒ってる。ベイビー怒ってる。ベイビー怒ってる。顔を赤くして密着で泣いたかなって本当に吸気性みんな身長同じぐらい、うん、みんな低いです。でもみんな130。ベイビーとアミがずば抜けて低いんだだけで。ミソラもアミと並んだら大きく見えるよいや、そうでもないよ。アミこんな高かったんやけど。そう、アミさっき身長伸びてると思ったけど。違う、比較対象がちっちゃいだけ。なんか分かっちゃうよ。怖い。なんか。あ、ちょっと待って。あれ？できるけど。で、リップ塗ろう。で、これ何日まで続けたらいいの？やっぱ感謝の気持ちを伝える。やっぱ今日はね、最近は夜ご飯を食べれなかったのでね、今日は食べますわ。なので帰ります。なんかさ、はい、この期間でさ、うん、ずっと痩せた気がする。なんかさ、うん、ショールームをなんていうのとかでの前でメイクとかさ、うん、スピンでショールームしなかった？してたよ。朝は朝の6時だったよね。なんかさ、だって一回思い出してリレー配信の時みんなさ、え、そうだよ、メイクしなさな、え、どうしよう、やばかったよ、歯磨きしに行こうかなとか言ってたよ、うん、みんな。たかが15分でね、うん、公園にやと、公園ぐらいみんな入って、もうあれ寝起き、まああれオールだったから寝起きとは正直言えないけど、ほぼやらせみたいになっちゃったけど、でもすっぴんはすっぴんだよ。夜お風呂入って落としたのを。で、髪に巻いたりしなかった？まっすぐにしてくって。いや、ちょっとあれ時間なくて寝坊しちゃったの。ほらベイビー何してんの？え？待って、撮って撮って、めっちゃ可愛い、やばい。なんかあのあれみたいだね、わがまま。やばい、画質がめっちゃ悪い。焼肉食べ行くようだって、キクヤンさん。いいな。ありがとう、ベイビー。マナミもすっぴん配信する。いや、マナミはしません。でもすっぴんあんま買わないです。うん、あんまメイクしないもんね。うん、だってまあセレクションとか全オーディションほぼすっぴんでいってたもん。いや、強いよね。あ、セレクション以外すっぴん。あ、セレクションもすっぴんかな。私は全部ゴリゴリです。だからこれ以上に見てヒップの色を塗れと思ったもん。なんかもう、ね、2人同じような服着てたし、やばいよねあれ。いつかね、あれ着て配信します。いや、しません。夏です。肩ガンダムなので。3336人、お前ありがとうございます。あ、ゾロ目惜しい。うわー、じゃあもう660066人の方に来ていただくしかない、はいはい、でもこの間1日合わせて8000人とか来てた。やばくない？持ってけ。やばくない？そっちじゃないし、カメラ違う、こっちやったらちょっとやばいから。なるほどね。でまだ行ったらダメよね。
でも傷ついてる。マナユキかわいい。見てこのダサいハート。これめっちゃ昔やったくない？小学校の時に。え、やばい。なんかそんな人を見てるみたいなんだけど。年長さんと年長さん。やばい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 、不思議すぎる。あやみめっちゃ可愛いし。あれ。ベビーは？え、ベビーも可愛いけどなんか酔っ払いみたいになってるから。めっちゃ幼稚園みたい。めっちゃ幼稚園みたい。テロップ変えようか、変えます。確かにあれ見た見る見方によっては酔っ払いよね。いやいや、これ違うし2800円やし。あ、いいねそのテロップ。買いました。そのやつ使ってるのキーボード。可愛いでしょ。何かな。充電やばくて買える気にはないよ。どう？泣きすぎ。ね、いいよ。え、あのこっちのあーってやつの方がいいと思う。あー。え、あのこ号泣の方。ね、号泣の方でよく使うよ。じゃあそっちにしよう。ゆみさんとのラインもさ、号泣使ったかも。え、使ってないかも。私は。うん、使って。え、あるよほら。これでしょ？こっちがさ、良くないやっぱり。こっちの方が泣きすぎじゃないの？なんか泣きすぎなのがいいんじゃないの？うん。お疲れ会。お疲れ会。いやもうあのすぐ打ち上げ、はい、打ち上げ。困り眉尊すぎるわ。逆につらせるかな。みそらは何してるの。幼稚園ごっこしてしてない。もうお眠です皆さん。二人の髪の長さ似てるって。髪の長さに似てるとかあるの？似てるってたまに言われます。なんかあの雰囲気。あ、ごめんね。おお。おお。九期で一番垂れ目。わかんない。ちょっと牛になっちゃった。一番の。電波悪いみたいになってる。頑張った雪乃にエビを送りたい。電波までいい。ちょっと邪魔そう。何？いきなり止まってさ。せーの。ちょっと一回一回待って。一回ベビーが奥に見えてさ。行く？うん。すんじゃ。今日？せーので。なんかもうめっちゃ笑ってるし。普通にこのさ画面見てる時と変わらなかったし。うん、そうね。エビは送れない。充電6%で当てるやん。せーの。なんだいいんやから。マナミ見るたびに気になる。ああもういいです。いいえ、気になってください。なんかここだけ。ベビーやん。レイポンの生誕さん、マナミン出ないのね。なんて。でも明日出るもんね。そうです。だからゆきのちゃんと出るのはしばらくないかもですね。そう、確かに悲しい。全然タンポポマナと目合わへんくなる。え、確かに。いつもウィンクしてるよな。え、ま、私はしてないよ。え、違うやん、前一緒にしたやん。気づいた？お前。え、気づいてない。こうやってやって。あ、気づいた。隣の子美人さんやな。あ、トウシさんありがとうございます。テリオさん、レインボースターありがとうございます。あ、足りない。青春をするには足りない。あ、で、手裏剣にしよう。手裏剣。あ、分かった。あと一つは皆さんにして。あ、確かに。そういうことやな。画面でやってください。はい、皆さん1個空いてますよ。はい、決まった。当分マナ雪見れないのね。まあでも、まあでも言うて、まあ2週間だから。あの裏では仲いいんで。あ、まあ仲良くしてます。仲良さげに見せてます。はい、うまいです。私たちそれ演技がね。あやみさ、
今日めっちゃカラフルやね。待って、ちょっと下がって。え、本当だ。よくかな。え、あ、エピなの。じゃあ、ありがとう。これリオピカ送ってあげるよ。一番最後のページにして。え？演技なの？はい、演技です。ゴリゴリの。はい、ゴリゴリの。ゴリゴリの演技で一緒に遊びに行ったりもしましたし、はい、ゴリゴリの演技でいつも一緒に連絡を取り合ってます。はい、毎日ね。演技なんで。はい。おソロの服とかも。はい、毎日、まあね。そうですね。ちょっと待って。ねえねえ。待って待って。なんで何これ、これマナミンカラオケ配信ありがとうございます。いつの話怖い。今まで何見てたの。しかも私の配信だけだし。ありがとうございました。またね、今後も、はい、あのアーティストを出していくのでソロで CD も出していくので。やばいな、嘘つきすぎるな。リオンさん、雪マナ大好き、ありがとうございます。呼び方がさ、どっちいいやろうね、結局マナユキかな。だってボードはさ、全部マナユキじゃなかった。うん、任せてしんどいもんな。ん、演技じゃなかったらお花見行けるはずだよな。まあ、演技演技なのでお花見行きます。ああいうとこで出ちゃったんです。あ、すいません、ポロッとね、ポロッと、すいません。そうですね。僕なんかだったら靴をお揃いにしようなんて言わないよ。え、そう、言っとく。うん、言っとこう。一回じゃここで言って、絶対しよう、うん、あ、いいよ。じゃあどうぞ。私たちレッスンの方やな。うん、何でもどうぞ。あ、シューズを一緒にします。はい、やっぱ愛を思い二人なので、うん、同じ靴を、まあ、足元からね、やっぱ一緒じゃないと愛が伝わらないというか、やっぱりつながる、つながりを求めていきたいと思います。はいはい、同じ靴を。レッスンシューズなんてね、いくらあってもいいと思うので、お揃いにして。お腹なりそう。マナユキのお顔タイプすぎる。やったベビー3人目ベビーだ。友達が、友達がゆきのちゃんのこと気になってるから好きになる一言ちょうだい。ん、一言は、い、何がいいかな、何か言って、提案。ゆきの、まあまあまあ、難しいな。おまんのことが、おまんのことがいっちゃん好きだって。やめた方がいいと思います。はい、やめます。はいはい、やめます。2人とも NNB 顔してます、しています。うん、本当ですか。帰ろか、なんか首がかぶれてる。レッスンシューズ1個でええやろ。いや、今使ってるやつもう捨てますよ。もうまだ見て、死にするならやっぱり足4本あるんで2個いるんですよね。バイバイ。しかも1足はめっちゃちっちゃい。足がやっぱり人と違うので、はい、なんかこう4本あって前足はめっちゃちっちゃいんですよ。だからそのキッズ用の靴を買おうと思ってて、ね、やばい、へいへい。あー、ね、ちょっと気まずそうにするのやめな、あれ、あれ、なんかへいへいみたいな。でもマネージャーさんにもやれたよ。うん、なんかすごい気まずそう。やらされてるでしょ、うん、あの、あれみたい、みんな天奈に惚れてんなぐらい、うん、すごく気まずい。一緒に言いますか。じゃあせーの、ヘイヘイ。ほら、だから書いてあるよ、せーのって言ってほしいって。なるほど、ちょっと検討します。検討しません。相談してみますね、方々と。真ん中の子かわいい。おっとおっとおっと、かわいいよね、最近。そうです、あのすごい、ね、そう、最近仲良くなりました、うん、なんか受かった当初はあんま仲良くなくて、はい、ね、新メンバーです。めっちゃトメ感あるね、今日、うん、すごいあるね。なんか髪、髪色いいね、すごい、うん、それは金色、うん、なんかでも金色すぎて多分発光して見えないんだと思う。真ん中のこの身長50ミリ。そうです、でも最近ちょっと伸びてきたので。サッカーも配信で、はい、呼びまして、心霊配信。やばい、めっちゃ字が汚くなっちゃった。友達と招きしたいから友達雪の推しにします、落とします、ありがとうございます。じゃあ学び推しってこと。そうだよ、
え、来てる人、うん、じゃあそろそろやめようかな。え、2週目です。じゃあもうやめます。ランキング、ヨークマさんハートありがとう。はい、はい、初くしゃみでした。記念日今年初。嘘だ、今日ね、くしゃみね、マジ50回ぐらいしてる。花粉症の方ですか？うん、花粉症だけど、あの目は痒くならないよ。鼻に来るタイプ、全部。なるほど、全部がここに。花粉症の方ですか？やばい、診察始まった。しかも花粉症って分かってんだからもう書くことないでしょ。目薬はいけるタイプ。はい、大丈夫です。しかも目痒くならないんでいらないです。ちょっとお金の無駄なんで。処方してきます。お願いします。ありがとうございます。13位いときんさんありがとうございます。12位しまじょうさんありがとうございます。11位たかまささんありがとうございます。10位まなゆきも好きな焼き鳥先生、あれ名前変わってる。おっとまあまあまあ、私たち、まあまあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もまあありがとうございます。9位てりおさんありがとうございます。8位たつおじさんありがとうございます。7位 S さんありがとうございます。6位ゆうさんありがとうございます。何、ゆっくり休んでねって言ったらなんか怖くなっちゃった。なんか看病しに来た人みたいになって。5位部長さんありがとうございます。4位ポストさんありがとうございます。3位ともたんありがとう。2位エレクトロニコワさんありがとうございます。はい、1位やっさんありがとうございます。ありがとうございました。たくさん、はい、たくさん応援ありがとうございました。カレー、はい、ゆきのちゃんも一生懸命頑張ってて、毎日頑張ってたんで泣かないで。はい、オッケー、これでオッケー。明日から寂しい。まあまあまあ、公演の時はしますよ、配信できれば。なんかいつも最後じゃん、メイク。結構メイクさんに言われる。嘘泣きありがとうございました。うん、嘘泣きじゃないです。ね？マナミも泣かないで。すいません。泣かないで。やっぱ感極まっちゃって。すごく友達思いで。すいません、この子。普段泣かないのに私の時だけは泣いてくれるんですよ。OKです。オールは控えめにね。私オールよくするんで、わかる、全然大丈夫でしたよ。深夜にねよくつながりますかね。本当そうだよね。でも若田とかさ、言ったことあるよ。なんか若田4時でも既読つくよ。え、若田ちゃうねんな。若田仲悪い。なんか4時とかにマナが返信しないの。だから9時とかで終わって、ここで終わるの、この空白の期間。若田と連絡するの4時とか。待って、何見えてるんですか。マナミンのメイク配信ありがとうございます。ありがとうございました。今日はね、春メイクだったんですけど、うん、はい、だからちょっとね薄めで、あ、こっち私、あ、はい、またはい、私にしてくれたみたいな、秋メイクも紹介して、今から秋の季節なので、はい、秋の季節、秋メイクもしていきたいと思います。はい、今不仲説、これから取り戻していきます。何が不仲を。ノリがいい方々、マナミのすっぴん貴重でしたね。うん、でもまあでした、ね、密着とかでバレてるから、うん、まあ、結構まあ、今回のために頑張りました。うん、まあ、ちょっとなのでお見せしてください。ほらもうメイク配信してたのって言われちゃう。してましたよ。そうです。メイク配信でした。これです、うん、最終形態は。ミソラのミソラの指輪けてよかった。ベビーだからしませんよそんなの。今はメイク前とメイク後の顔ですか。そうですそうです、メイク後でメイク前です。はい、なんか顔も変わってるね、すごい。でも終わりたいのにさ、そうお話しそう。じゃあ終わります。ありがとうございました。ガチやと思われてるかも。何がビフォーアフター、何がガチでメイク配信してると思われてる。違いますよ、不仲でもないしすっぴんででもないし、メイク配信もしてないです。あとカラオケ配信もしてないです。そうです、ありがとうございました。ブログに書きます、今日の感想じゃない、1週間の感想は。
ありがとうございました。泣かない人、お疲れ様です。お疲れ、お腹かんで泣かないよ。これね、ラグがあるからね、長めにね、手振ってないと。あ、そういうこと、うん、ありがとうございました。ずっとまだこうやってとは、うん、くしゃみ、はい、切ります。あ